長い間使ってなくて中で固まってしまった絵の具、これもう一度使えるようにしてみましょう。金槌か木槌で固まっているところを叩きます。この時穴が開かないように気をつけてください。カラカラと音がするようになります。キャップを開けてこの中に水を入れます。入り口が詰まっている場合は先が尖ったもので開けてください。ここに水を入れます。これで水を少しずつ入れていきます。この状態で水と絵の具が馴染むまで何日か置いておきます。もっと早く使いたい場合は少し空気を抜いて、木槌や金槌で水となじませます。これで使えるようになったはずです。溶け残りがあるのでまだ水っぽいですが、しばらく置いている間に元のような状態に戻ってきます。この方法はポリチューブの絵の具が固まった時に使えます。金属のチューブやラミネートチューブには使えませんのでご注意ください。